さあ続いては中継です。今週はサンクスキャラバンで GO! 田伏町ウィークということで、田伏に住むレジェンドが登場するということです。読んでみましょう。つげさん、はい、レジェンドと言いますとね、例えば野球で言えばイチロー選手、そしてゴルフで言えばね、青木功選手なんかがねレジェンドと言われますが、今日ご紹介するのは田伏在住のレジェンドの方です。お願いします。はい、行きます。行きます。さあ注目していただきましょう。はいはい、ほら、おお、どこ行った。ぐーんと伸びていきますよ。ぐーんと伸びていく、伸びて、あ、最後ネットに当たってしまいました。すごい。いやいや、ご紹介いたします。田伏にお住まいの大内勝利さんです。なんと大内さんはですね、フライングディスクの全日本選手権で18度優勝、はい、そして全種目優勝のグランドスラムも達成されておりますね。いやー、今のもすごい距離でしたね。まあ軽く投げたんですけど、いや、何割ぐらいの力です。5割ぐらいですかね。あれ、まあ、それもそのはずね、実はディスタンスという距離を争うこの種目のなんと日本記録保持者なんですよね。はい、はい、その記録、はい、どうぞカメラの前で、はい、切り投げると超えますね。178メートル。178メートルですよ。178メートル。でこの記録って2009年に達成された記録なんですけど、未だに破られていないという、まさにレジェンド、素晴らしい。当然投げるコツなんかがあるんですよね。そうですね、まあ、うん、回転とか方向とかありますけど、まあ、遠くで飛ばそうと思えば飛んでいく設計になってますので。設計だけですね。設計になってます、はい、ということは大内さんが170メートルということは、うん、私も頑張れば100メートルぐらいは行くだろう。行きますよ。頑張ってください、杉さん。おお、どうだ。どこ、あ、全然ダメだ。あ、全然ダメだ。まっすぐ飛ばないんだ。全然ダメだ。25メートルプールちょっと行ったぐらいですね、これね。30ぐらい行ったですかね。30ですね。写真ありがとうございます。いやいやいや、いや、他にもですね、はい、このフライングディスクの種目というのは全11種目あるんですね。その中で大内さんのこの技が光る種目、一つまた披露してください。そうですね、ちょっと、じゃあちょっと投げてみましょう。はい、投げる。こっち行ってみます。こっちって体育館ですよ。行きます。わー、あー、行っちゃう、行っちゃう。あー、戻ってきた。お、戻ってきた。キャッチ。だってブーメランじゃないですよ。はい、ブーメランじゃないけど、フライングディスクでブーメランの動き。どうやったらこんな戻ってくるんですか。まあ、そういう投げ方があって、まあ、投げ方が念力でこう戻す。念力だいぶ強い。よく分かりませんけど、実はね、この大内さんはこのね、今フライングディスクのレジェンドなんですが、実はご家族もすごいんですよ。ほう、はい、ほう、はい、え、どっから飛んできた。おお、はい、どうもありがとうございます。はい、お隣が奥様の久美子さん、そして、そのさらに隣が次男の広田さんですね。うん、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。大内さんはこのようにですね、5人家族なんですが、はい、あの家族全員がフライングディスクの選手ということなんですね。はい、この5月のゴールデンウィークも、おー、なんか大会に家族で出られたという話で、はい、大阪と岡山で3日間ほど走ってきました。すごいですね、家族全員で大会に出るって。まあ立派なもんですよね。奥様、なんかこう大会でご主人と知り合ったという話ですよね。そうですね、アメリカの大会で知り合いました。かっこいいですね。今のこの活躍どうですか。いや、すごいですよね。未だにこう、ね、続けてるのもすごいですけど、子供たちの目標になってるのがやっぱりすごいなと思います。ひろとさん、どうですか。とても目標になっていて、自分がね、目標、記録を抜いてやろうという気持ちでね、いつも頑張ってます。いやー、いつか抜いてもらえるような日が来たらたまりませんね、これは。泣いちゃいます。ではですね、いろんな種目をご紹介していただいておりますが、とにかくですね、すごい技をですね、最後にちょっと披露していただきたいと思います。その技はなんとですね、ガッツというね、はい、技なんですよね。はい、これはどういった技になるんですか。5人並んでるところに思い切り投げて、うん、はい、14メーターで投げて、14メートル離れて、はいはい、そのディスクをキャッチできるかできないかっていう距離ですけど、あ、まあ、少年野球のピッチャーキャッチャーの距離ぐらいですよね。そうですね、はい、
でちなみにこのすごいスピードというのは何キロぐらい出るんですか。はい、マックス140キロです。140キロ、はい、これはちょっと速い高校野球の速球派ピッチャー並みですよ。そうですね、それをこのディスクで、ディスクで投げて、ね、片手でキャッチします。片手でキャッチする、はい、で片手でキャッチできないとこちらの得点。あ、なるほど、まあシビアな種目ですねこれね、はい、じゃあその140キロ、はい、カメラマンさんに体感していただきます。お願いします。こっちに来るんだ、はい、行きます。おお、ちょっと手加減して、ちょっと手加減しましたね。ちょっとね、やっぱカメラに当たると怖い、ね、ちょっと手加減してくださいました。ありがとうございます、はい、今ね、何キロくらいなんですか。そうですね、80キロくらいじゃないですかね。ということは、さらにこれの7割増しぐらいということですね、本番はね、はいはい、いやいや、いろんな種目がね、この競技にはあるんですね、はい、今後ですね、大内ファミリーの目標教えてください。そうですね、まあ、また家族で大会とか出て、ええ、うん、なんか、まあ、優勝とかどっかでできたらいいかなと思います。プレッシャーを上げますね。期待をしております。またね、そんな大内ファミリーの活躍をニュースなどでね、紹介できる時を楽しみにしております。はい、今日はどうもお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。中継は以上です。はい、ありがとうございます。バイバイ。皆さん聞こえましたかね、あのディスクがカメラ横切るときにスーっていう風切り音して、うん、すごい臨場感でした。あれはちょっと片手じゃ取れないです、はい、そうですよね。また178メートルっていう距離もすごいですけど、うん、はい、あの例えばですけど、レノファのホームのスタジアム、維新未来フスタジアムのピッチ長い辺で101メートル、まあ、だからそれはもう遥か超えるぐらいの、だから逆側のスタンドから逆側のスタンドで届くぐらいの、あんなにも行くんですか。考えたらすごいですよね。いや、今後のご活躍も期待しております。中継でお伝えしました。この後は浦さんのお天気情報です。